ここで受賞者の知念さんに一言ご挨拶をいただきます。知念さん、お願いいたします。よろしくお願いいたします。ただいま、ご紹介に預かりました知念美希人と申します。まあ、すごくこんな大勢の方の前で、話すことは機会がほとんどないもので、今すごく緊張してますが、まあ、少しうまく喋れないところもあると思いますが、どうぞ、その辺はご容赦ください。ちょうど1年ぐらい、ちょうど、今回の作品を応募したのが、1年ほど前なんですが、その時は、1年後に、この会場の ここに立っていられるとは、全く思っていませんでした。それ、応募してから半年後ぐらいにですね、受賞が決まりまして、その時初めて、こちらの福山市に、来させていただいたんですけれど、まあ、その時もバラの町ということで、バラを見るのをすごく楽しみにしてきたんですが、さすがにちょっと季節外れで、10月でしたので季節外れで、その時は、ほとんどバラは見れずに、残念なことになりまして、今日このバラ祭りに、バラ祭りの会場で初めてこう、咲き誇っているバラをたくさん見れて、あ、ここは福山の本当の良さを、今日改めて知ることが、できたと思います。今回このような本当に素晴らしい賞をいただきまして、島田先生、畑市長をはじめとする関係者の皆様には、心より感謝しております。ただこのように素晴らしい賞をいただいたので、ちょっと身に余る光栄ですので、これをちょっと恩返ししなくちゃいけないなと今かなりプレッシャーもかかっておりますので、まあ、今後面白い作品をたくさん書いて、できる限り皆さん、多くの方に読んでいただいて、それで、まあ、この福山、福山ミステリー文学新人賞というのでデビューしたということを、この福山の名前をたくさんの方に知っていただけて、でまたたくさんの方に福山に来ていただいて、こういうこの町の魅力を、多くの人に知っていただけるように、その魅力ながらそういうお手伝いをできたらいいなと思います。今後も、作家として頑張っていく所存ですので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。福山への恩返し、本当に嬉しいお言葉だなと思いますが、知念さんありがとうございました。